これは Breed Love のね CM というモデルで、マートルの木、サイドバックがちょっと珍しい、マートルの綺麗な、ね、模様が入って、うん、そう、すごい踊ってます。こっちから見たらすごい変わりますよ、綺麗、ね、うん、よくね、ベースエレベとか、あのそれこそノームさんの、あのベースの表が多分マートルよく使ったりするけど、こういう、まあ、前はあのここに USA の、 あの、 あれ、あのカラーのウクレレのマートルの木のもあって、すごい、うん、それもやっぱりすごい木目が綺麗で、綺麗。これはあの珍しい、ちょっと珍しい、日本にあんまり多分この形のこのブリードラブはないと思います。マートルというのも知らなかった。あのセットでマンドリンも売ってた、同じ形のマンドリンで、うん、この形がね、そうそうそう、同じそれ多分そっちからマンドリンの、この F スタイルのマンドリンからちょっとあのいじってこれになったんじゃないかな、うん、かわいらしい、うん、そう、すごい。でこれね、すっごい箱がなってます。あのこれね、いつも手に取るときになんか、うん、おー、なってるなってるって思うみたいな感じで、うん、うん、はい、すごい音が、うん、明るい音がして、うん、なんかもうふわっと広がるような音がね、うん、でなんでこの、 あの関係なさそうなウクライナ持ってるかって、うん、どっちもこれあの元あのナターシャセブンっていうバンドのメンバーが持ってた、たけし智也さんのメンバーでね、あの持ってたもので、アメリカで買って帰って、 なかなかいい楽器と思いますよ。出どころがいいね、そうそうそう素性がいいと思いますか、はい、こっちは前持ってた人がこれあのエクストラライト貼ったから、ちょっとね軽い感じだけど、あのライトに貼り替えたら多分もっと音が良くなると思う、うん、どうぞちょっと、まあ例えばドロップリね、耳障りいいですね。綺麗な音するね。やっぱりあの材料とかもすごい相当いいものを使ってるから ね、これはすごい、うん、このロゼットも綺麗でしょ。あんまりこんな感じはあんまり見たことないね、うん、この太い貝が入って、これ古いのかな、そろそろ風格が漂ってる。そうですね、これ多分90年代の、あ、うん、はい、もう色合いがねすごい90年代、つい先の感じがするけど結構前な、もう30年近く前の、びっくりですよね、うん、それは考えたら割とリードプレイにも、はい、こういう、そうですね、チョーキングプレイも 今、ね、今の芸術なら、あ、そうね、あの音も伸びるんで、うん、今度はね、うん、指板も綺麗なエボニー使ってね、それとマークも可愛いでしょ、この、 あの分かれる上と下でこれはね、はい、高音源になるとちゃんとこっちについていて、迷わないようにこの辺行くときにどこが そうかなとか思うもんね、やっぱりそうか、すごい、ね、お、すごい、これいいと思う、うん、このカットウェイも相当いけるでしょ、上まで普通よりおお、ちょっとね、あの、うん、さっきからいろいろ弾いて、うん、その音量はちょっと、まあエクストラライトもなってるけど、あの、うん、音量はちょっと小さいけど、でも音の質はなんか綺麗な、いい、うん、綺麗な音ですよ。マイクでね、録音するとすごい、ね、あの、うん、オケに埋もれない、うん、そうそう、音してるというか、うん、それも弾いてて分かるもん、うん、ね、こういう感じの音はすごい綺麗、繊細な感じの、うん、うん、いいね、はい、これもなかなかね、探してもないものだから、ぜひ、うん、あの、うん、一点物ですね、これ、はい、しかもね、その有名な方がそれ
おう、あ、聞いたことある気がするここで宣伝しようか荒木博さんのグリーングラスっていう CD もファーストアルバムの、タイトルチューンですね。発売中、うん、まだある数もう一箱あるよ。あ、うちも同じ最後の箱ね。よく売れたね、よく売れたね、すごいですね、はい、それもうちのホームページで売ってますからね僕もホームページで売ってます、はい